おはようございます。あれ、あの監督来る？はい、まあ、はっきり言う、監督来てなかったらサボるからさ。誰のか知らんけど、飲みかけのお茶もらうで。あー疲れた。おや、え、ここに置いてあった先生のお茶知らない。しゃおらへんな、もう多分いないっすね。しゃ、ちっくなる。ちょっと向こう行っとくわ。わかりました。ピーパー。おや、大丈夫ですか？うお、手貸してくれ。お前聞いて、あそこ寝たんやんか。あそこであいつ俺の目の前歩いてたらこけよって、うん、バリーグこけて、うーっと引きしてくれ。何が？いや、ほらんやん。えってビビるってお前。先輩、監督来ます。監督来ます。普通に起こすよ。いや、ちょっと、ほんまに監督来てるんですよ。先輩、ちょっと待ってください。起きてください。あの、監督来てるんですよ。うるさい。先輩、起きてるんですよ。いや。マジで。いいな、それは。はい。うわー、それめんどくさいな。おう、いや、それで言ったら俺も聞いてや。あれ、俺の野球部、あの1年であれはメンバーに選ばれねんて。おう、1年でやれ連れてかれねんて、遠征に。いや、マジできっしょない。もうクソめんどくさいって。もうなんで選ばれてん、マジめんどくさい。え、わかるやろ、お前らとこらん。やっぱそうやで、俺らの野球部おかしいねんて、マジで。うん。あ、そう。うん。あ、オッケー。うん、うん。じゃあまた後で電話して。オッケー。はいよー。ありがとう。お疲れ。ういっす。めんどくさいわー。やばい、やばい。きしょいな。だるいって。よう帰って寝た。今日監督来やんな。今日は来ないっしょ。しちょこんでよ。あ、てかさ、今日練習あったらお好みか。
ありありっすね。めっちゃありっす、ほんまに。ありやんな。え、ほんならお前ら俺に勝負勝ったらお好み怒ったるわ。マジっすか。うん、何する。そこはやっぱりベタに三段跳びじゃないですか。なんで。お前のベタどうなってんの。ベタじゃないですか。いや、三段跳び。はい、三段跳び。はあ、はあ、ええけど。じゃあ、俺から行こうか。はい、お願いします。バンバン飛んだるわ。じゃあ、一本目行きま。おや。ショウさん、ボケいらないっすよ。やってくださいよ、もう。そうしてもらんねんから。やってるんですか。そうして、来ないっすよ、今日。来ないっすよ、来ないっすよ。何して、早い。やめたいっす。何して、ショウタさん。ショウタさん。おい、おかしなった。ボケいらないっすって、ショウタさん。おい、何してんすか。何して、何して。じゃあ、何をしとるの。怒られてるやん。バリラキー。はい。アイコ。アイコレ。全員声出していこうぜ。アイコ。はあ、楽やわ今日は。最高やな。あな。はい。あいつらどこ行った？あ、なんか全員で倉庫掃除します。倉庫掃除。はい。じゃ俺行ってくるわ。はい。何してんの。マジでやってくる。いや、知らんやん、お前らが勝手にやってるだけじゃん。え、俺だって監督どこんの。あ、監督だよ、まさか帰った。帰った、はい、うわー。こんな時にサボっちゃって。ダサいか、お前サボり。でもね、でもね、ここで掃除するとどこさんも喜んでるかな。じゃねー。いやー、ラックやわ今日は。あのクソジーも帰ったし、あいつらも干されてるし。あ、さっき三段跳びやりとこねてから。やろ。